まあ割り頃になれば、周りの人たちに、あ、綺麗になったねって言ってくれるから、また次につながる仕事だから、これが。終わった頃が一番あれかな、あ、やったなって感じ。楽しいっていう人もいるから、解体の工事も。いろいろ、芝も覚えられるし、内装の名前、名称もいろいろ覚えられるし、ね、役に立つことが多いもんで、まあ、重機も乗らせてもらえるし、やってみてそうはないと思う。昔から運動が好きで、なんか体を動かす仕事をしたくて、誇らしい仕事をしたいと思ったので、この仕事に就きました。すごい楽な仕事じゃないんですけど、この仲間の人たちと一緒に物を作って、それがこう市民の皆様に役立っていると思うと、やりがいを感じるので、日本を良くしていきましょう。おじいちゃんが1代目で、お父さん2代目で、で、小学校かそんぐらいかちょくちょく手伝ってたんで楽しいなってのもあったもんで、まあ、やろうかなと思って。土、何もない状態から、ゼロの状態から作ってって、基礎ができて、で、家ができた時に、ああ、こうなるんだなっていうのも、お客さんが喜んでる顔がやっぱ見れるのも嬉しいですね。ありがとうございますって言ってもらえるところなんで、自分は飽き性だもんで、なもんで今のこの会社っていろんなことをやるんですよ。なもんでいろんなことができるもんで飽きることがないかなと思ってがやり始めたきっかけですね。いろんなことができるっていうのかな、一つのことじゃなくていろんなことがこうできるもんで面白いと思います。この前あれプログラムがありますプログラムが、タイムジャパンプログラムを受けて、この仕事になりました。インドネシアで4ヶ月勉強して、で日本に来て1ヶ月勉強して、5ヶ月、やればできます。そうですね、やればやるほど、できます。まあ、今は慣れてきましたから、すごく大丈夫。いろいろなところあちこち行ったりとか、日本もあって、それも楽しいです。もともとここは親が同じように土木の監督やってまして、まあ、転職をきっかけにやってるって綺麗に積んだりとか、まあやっぱり手の動きとして、こういう円運動をするので、円運動すると削ってしまうんですよ。なんでそれを削らないように綺麗になったりとかっていうのができたときは、ちょっと今日うまくできたのとかっていうのがありますけど、うちはですね、清水飛び土建事業協同組合という来年度で35周年を迎えます。一人は万人のために、万人は一人のためにっていう理念をもとにですね活動してまして、まあ、その中でも組合としてはですね、労災保険、建設国保、あと各種資格講習ですね。そうですね、まず一番はね、地図に乗る仕事ですよね、作ったものは必ず残りますから。それから若い人に限ってはですけれどもね、自分はここまでできるようになった、昨日できなかったけど今日できたよとか、その目に見えないその成長っていうんですか、それをねそれぞれが実感できると思うんですよ。今目指しているものはですね、民間ご近所地元なり、それから公共ですね、役所なりから飛び土建組合に対して あそこに仕事やってもらいたいなと思っていただけるようになって、でそれをですね組合員さんに常時こう供給できる体制、この組合自体が組合員さんたちの債務の砦、ここに行けばなんとかなるよと、仕事持ってもなんとかなるよというような体制づくりをしたいなと思っています。